日野足北の有り党は、古墳時代の豪族、押坂部有部有り党とも言う。本名は、地霊で、姓は君。日後国の足北の国の宮津湖であった有力な主張であり、教部の管理者であり、有芸部として中央に出資し、朝廷の新鋭軍として、宮廷の警備にあたる役目を負った一族の一員であった。息子の日野が来朝した際に、 大友金村のことを我が君と呼んでいるのは、湯芸部を配下に置いた大友氏との主従関係によるものである。ありかく、とという名前は、日本初期末期、第六の水人天皇二年の一書に登場する、角川嵐と、同館第十七の慶大天皇二十三年二十四年に登場する、唐王有子こらなどのように、個人名ではなく、主張の称号であったものと思われる。初期末期 第二十の記録によると、戦火天皇の第二大友金村の指示で、海表に都会した、すなわち、朝鮮半島への遠征軍に加わったとあるだけである。巻、第十八によると該当する記事が、戦火天皇二年十月に、天皇、白木の未真奈に、アダフをもって、大友金村大連に御琴乗りして、その小岩と差出来事を、剣して、未真奈を助けしむ。 宿死に泊まりて、その国の生を取りて、三冠に、備なえふ。裸で彦、行き手、ミマナを沈め、かくだらを、救いふと記載されている。微脱天皇12年、天皇はその息子、日ラをくだらから召喚しようと試みた。日ラが、くだら人の施設に殺された際には、足北君の一族によって、父の有り格闘のこちである足北の地に改装されたという。この日ラが、 クダラの通る率であったように、畜く組岩江頭がと組判断を起こしたことも考え合わせて、6世紀の段階では、北部九州の豪族の中には、山王権の支配が及んでいなかったと見る向きもある。ありがとうございます。